皆さんこんにちは、モレノです。本日はフューチャースターズブラホビッチについてレビューしていきます。現在の価格が63万コインになります。本当に冬の大型遺跡、もともとねおそらくリーク出た時点ではフィオレンティーナのカードとして予定されていたものがまさかのまさかのユベントスに行きまして、まあ、僕的にはねアーセナルかスパーズに来てくれるんじゃないかなと思ってたのでちょっとびっくりしましたね。で、まあ、ブラホビッチに関しては能力値的には本当にペース、シュート、ドリブル、フィジカルが95円のなかなかの化け物カードになっております。で、ブラホ190センチの本当に大柄な選手で、ハイミディアムワークレートで左利きです。で、フォースターと本当に、まあ、ここら辺は癖がないという感じですかね。で、今回ハンターをつけていきます。理由としては、まあ、僕自身がペース中なのでペースシュート中なのでその2つを上げていきます。もしかしたらエンジンの方がいいかもしれないです。この選手ね地味にねパス能力悪いんですよね。視野74ショートパス85良くはないので、例えばそれこそハリー・ケインとかと比べてもハリー・ケインがなんで強いかっていうとパス値が非常に高いんですよ。あとはベンゼマとかですね、若ベンゼマはそんなパス能力高くないんですけど、でもその若ベンゼマですら77あるので、でなおかつ視野が80にあるんですよ。で、パス通りが見れるときって視野ってすごく大事で、このブラフに関してはパスは本当に割とひどい感じの能力です。で、ドリブルに関していいんですけど、やっぱり身長があるのはどうかなという感じです。で、トレードなしです。今回使っていくチームこちらです。おそらくセリエで固めるぐらいしかないのかな。あまりユーベで緑で強い選手いない気がするので。ちなみにね、このベルデめちゃくちゃ強いですね。今回初めて使ったんですけど、ドリブルがキュンキュンで、もうまさに僕が好きな選手っていう感じですかね。で、今回使っていくフォーメーションとしては 4-4-2。まあ最近僕 4-4-2 でしか使ってないので、50-70のバランス。で、中央に止まるだけしています。他のポジションには見ていかないです。まあ60何万出すので、まあその価値を存分に発揮してもらいたいと思います。という感じで、ブラホビッチ始めていきます。ではブラホ見ていきます。この選手がブラホビッチです。まあ大柄ながらもやはりまあドリブルスタッツが90あることもあってすごくドリブルはできる選手だなと思いました。まあしやすいなとは言わないですけどできるなと思いました。それこそレバンドスキーと比べるとだいぶ落ちます。ハーランのもね意外とドリブルしやすかったんで、まあハーランのに近いかな感覚としては。ただ、ケインとかよりは全然軽いなと思いました。ここはね、奇跡のダルグリッシュのヘディングでした。素晴らしいヘディングしましたね。この試合ね、1対0で勝った気がするんですよ。で、ですね、この選手何がまず悪かったかというと、パス精度。パスがね、通らないというか、これで引っかかんちゃうんだっていう場面が目立ちましたね。それこそ隣にハリー・ケインを置いてて、だったり、まあ、パス精度いい選手、僕ボランチにハキミ・カンセロだったり置いてて使ってて、やっぱその少しでも彼らと同じ感覚でパスをしてしまうとこのブラホビッチはやっぱりそのパス精度が低い分劣るなと思いました。なのでここは使うとき、まあ、気をつけたいポイントかなと思います。でストライカー全体としての評価はもちろん決めてほしいシーンは決めてくれましたし、ただそのこれといった特徴がこの選手ないなって思ったんですよ。で僕自身、まあ、特徴がない選手あまり好まないので、まあ、正直この選手かなり微妙だったのですが、例えばシュート能力取ったとしても異次元じゃないんですよ。このブラホビッチが10万コインの選手だったら分かるんですけど、60万コイン出すっていうことは比較対象が例えばマルシャルだったり、ハリー・ケインとかもそうですね、まあ、いろんなストライカーいるじゃないですか。今レバンドスキも90万で買えますってなった時に、このブラホビッチは他の選手に比べるともうこれといった特徴がないですね。でそれこそフィジカルだったりごつさ理不尽さありますかって言ったら、ここはね僕の変態ループでしたね。ここは多分ね正直ブラホビッチじゃなくても入ってると思うシーンなんですよ。でまあハーランドほど特徴がありますかっていうと、ハーランドはやっぱねボディタイプもすげえ目立ちますし、ブラホよりドリブルはいいですし、なんだろう、とにかくハーランドって唯一無二なんですよ。このブラホビッチっていうのは唯一無二感がなかったんですよ。でやっぱこの値段出し
ってる限り、ちょっともったいないかなと思いましたね。あのシュート能力に関してもハリー・ケインの方が上だなと思いましたし、で結局ドリブルで違いを作れる選手にはないですし、あとね、まあ、地味にこの値段出すならパスうまくあってほしかったなっていうのは一つありましたね。ここら辺ね、まあドリブルできないことはないんで、ただまあ今のシーンも正直僕入るなと思って打ってるんですよ。ただそういうシーンも目立っちゃいましたね。ただ、攻撃的な AI に関しては、まあ全般的に普通で、まあ優秀なストライカーだなと思います。ここもね、いいシュートからの、いいフィニッシュですという感じで終えていきます。では最後、ブラホビッチまとめていきます。現在ね、ランク57万コイン。正直に僕の感想をお伝えすると、僕は、レバンドフスキ以来、ひどい SBC だった、SBC というか、ひどい、コストパフォーマンスだなと思う選手ですね。なんでしょうね、ここのベース、ドリブル、シュート、フィジカル、どれをとっても90なんですけど、なんだろう、すべて80点ぐらいはつけられると思うんですよ。ただ、この選手って120点のものがないんですよね。ハーランドだったり、まあ、レバンドスキだったり、フィジカルタイプのストライカー、イブラヒムビッチとかもそうですけど、彼らと比べちゃうと、もうすべてにおいてスケールダウンしてる感じがあるんですよ。で、このカードが10万、20万のカードだったら、まあいいと思うんですよ。いいと思うんですけど、やっぱり今のゲーム、今の市場でやっぱ50万60万するカードってある程度トップティアに近いものがなきゃ僕はダメだと思うんですよね。ってなった時にこのブラホビッチは、そういう要素はないですね。このカードだったらハーランド使います。ハーランドの方が全然何でしょう、まあ4-4じゃなくてハーランの場合3-3なんですけど、こういう選手である限りスキル3と4って大して変わらないんですよ。もちろん多少の差はありますよ。多少の差はあるんですけど、このハーランドが持ってたようなエンジンをつけて97-98の、シュート能力だったり、やっぱスピードもそうですし、あとはパス能力ですね。で、ドリブル能力がなおかつ95アジリティあったり、やっぱこのブラホビッチと比べちゃうとかなり能力差があるなと思うんですよ。ブラホの場合今回ハンターをつけると、まあ明らかパス精度足りないですね。ただエンジンをつけると、まあ確かにドリブル値は良くなりますが、それでもビジョン79であったり、やっぱシュートパワー92、ロングシュート85、ここら辺がやっぱ足りないんですよ、ハーランドと比べてね。なのでこのスタッツである限り、やっぱその異次元なシュートを打つなとは思わないんですよ。で、なおかつスピードもハーランドのエンジンつけた場合99いくのに対して、ブラホビッチはまだまだ改善の余地がある。で、まあ現状ね、56万と49万ですよ。で、2人ともまあケミストリーに関してはもう同じようなものだと思うんですよ。セリエとブンデスリーがそんなにいいわけではない。むしろハーランドの方がケミ的には合いやすいんじゃないかなって今思うぐらいなんで、って考えると、このブラホビッチとのカードは、僕はもう確実にハーランド以下だと思いますし、この値段出すなら絶対他の選手がいいなって思うぐらい微妙でしたね。なんだろうね、それこそこのシュートパワーが96とか、ハーランドと同じぐらいの能力あればまだ良かったんでしょうけど、やっぱこの能力である限り、ケミストリーもエンジンをつけた時はスピードが足りないですし、まあ、あとはこの視野ですよね。視野79が低すぎるせいで、あんまりいいパス出さないですよ。で、ロングパスも70だったり、もうよりなんだろう、ハリー・ケインみたいなポストプレイさせて、プレイをセットアップするっていう感じのストライカーでもないので、僕的にはもうかなり微妙でしたね。まあ、ボディタイプといい。ワークレートは悪くなったです。まあ、ポジショニングが悪くないなと思ったんですけど、ちょっとこのカードに60万の価値がついてるのは、まあ、排出量はあるでしょうけど、ちょっとよくわかんないなって思う選手の一人でしたね、という感じが僕の評価です。で、この後に関してはマテウス・クーニャレビューしていきます。マテウス・クーニャですね。あとは、ジダンのアイコンをレビューしようかなと思ってます。あとコナテも当たったんで、まあ、この二人はやろうかなと思っていて、ちょっと今週末僕忙しいんで、友達と旅行行く予定なんで、こんなご時世ですが怒られそうですが行く予定なんで、ちょっと家にいない時間が増えて、どれぐらいちょっと SBC などアップデートできるかわからないのですが、まあ引き続きやっていきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた質問コメントなどあればください。